温かな家庭を一緒に築きたいと思えるような男はどこにも見当たらなかった。みんな私が5秒もかからずに倒せそうな男たちばかりだった。どうしたの？寂しそうだね。気をつけてくださいね。ここは私のいる場所ではない、そう思って帰ろうとしたその時、生まれて初めての一目惚れだった。よかったらここを出よう。君はここには似合わないよ。はい。出身は？新潟です。ご両親は健在？いえ、二人とも病気で亡くなりました。そうなんだ。それじゃあ僕と同じだね。僕の両親は交通事故で亡くなったんだけど。そうなんですか。一人で生きていくのは大変だったでしょう。あなたこそ大変だったでしょう。この出会いは運命かもしれないね。この運命の人は諫山祐樹。友達と共同で IT 企業を経営している。ところで誕生日はいつ？6月19日です。カニ座だっけ？双子座です。双子座か。この日私たちは空が明るくなるまで話をした。私の話すことの全ては嘘だったけれど、せめて思いだけは伝わるようにと心を込めて話した。そしてこの日から3ヶ月後、私たちは結婚。